走りの学校、和田健一です。アートです。アート君、はい、今日はどんな動画になりますか？本日はですね、先日アップロードさせていただいた動画の方で和田さんが 100m 選手に必要な筋肉は腸腰筋ですか、この質問いかがでしょうか。これに関して、はい、ちょっと皆さんにお聞きしたいことがあるんですけども。お聞きしたいシリーズ、皆さんはどう思いますか？皆さんはこの速く走るために必要な筋肉はどんな筋肉であるか、これについて何々筋とかそういった意見でもいいですし、いや走るっていうのはこうこうこうでこうこうこうだからこういうことが大事なんだでもいいんです。それ皆さんの生の声をお聞きしてみたい。50件やっぱ基準にして。50件ってすごくない？それで行かなかったら、まあ、あんま知りたくないっていう興味がないか。50件超えてみんなが知りたいものに関してはそれに対して動画を作らせていただきます。アップロード4日、79件のコメントが集まりました。素晴らしい、79件、すごい。でもさ、中でも OL 太郎さんとかだって5人分ぐらいのコメントもう80件超えたと言っても過言ではない。専門的すぎて、素晴らしい、嬉しいですよね。もうすごい、はい、コメントありがとうございます。ありがとうございます。腸腰筋が大事なんではないかとか、腹直筋とか腹斜筋なんじゃないですかっていうたくさんのコメントをいただいたんですが、はい、今日はその質問に対してのアンサーを和田さんの方にしていただきたいと思います。お任せください。お願いします。プラスで、はいはいはい、補足するようなトレーニングもありますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。走りの学校の本がですね、はい、重版が決定いたしました。ありがとうございます。いやすごく売れてます。すごく売れてます、はい、シンプルに非常に売れているというですね。すごいですね。びっくりしております。もう一度ちょっとまだ見たことない方いらっしゃるから簡単にちょっと簡単にいきますよ、はい、走りの学校の基礎をお伝えさせていただく講習会があるんですね。その講習会に息子の足がなかなか速くない、そして自分の足もちっちゃい頃そんな速くなかったことにコンプレックスを感じているお父さんが息子の足を速くしたいというところでそこに応募をくださるんですよ。そこで和田とマンツーマンで指導させていただくと、足って才能ですよねっていう問いかけから、いや、はい、こういう理由で才能じゃないんです、でもこうじゃないですか、いやでもこれはこういう理由なんです、あなるほどなるほどと、じゃあこうしていきましょうこうしていきましょうっていう形で、足の速さは才能だとどうしてもコンプレックスを感じていたお父さんと和田健一の対話、そしてレクチャーによって足は速くなるんだということをまず第1章で理解してください。第2章はそのステップ、どうすれば足が速くなるんだってことを具体的にお伝えさせていただいて、その種目を一緒にやっていく、そしてその種目が QR コードで動画でも確認できるし、はい、写真でも確認できて、それを行うことで自分自身も速くなるし、それをお子様方、周りの選手の人たちに教えることができるという本でございます。なるほど。でその本を読むことによって、はい、足の速さが才能ではないということを疑似体験できる、そういうことなんです。その本を暗記したら和田さんみたいに喋れるわけですね。喋れます。喋れちゃう。喋るようになるのはちょっとまた違う訓練が必要かな。ちょっと言い過ぎると危なかった。誇張表現はしてないですね、はい、でも本当に素晴らしい評価をいただいております。お近くの書店 Amazon でも購入ができますので、概要欄の方に Amazon のページは貼ってありますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。それでは今日も楽しく走りを学んでいきましょう。バモス。どこの筋肉が重要なんですか？これはですね、はい、全身大事です。ででん、納得がいきません。この動画見ていただけると納得をねていただけると思います。全身とは言ったけれども大きく分けて大事なのがまず3つあります。3つ、はい、股関節の伸展に関わる筋肉、もうどこの筋肉じゃなくてその動きに変わる筋肉ってことですね。股関節をぐんと伸展させる、こっからスタート出しちゃったらぐんと押す局面だし、トップスピードだったら上から叩く動きに関わる筋肉、そして次股関節を屈曲、膝を引き上げる筋肉たち、そして3つ目が姿勢を維持する筋肉、この3つがとても大事なんです。一つ一つ説明すると、まあ、走るってこの体幹という部分から生えているこの手足を大きく速くスイングして地面について力が跳ね返ってくる、で前に進んでいくっていうことなんですよね。なのでまず股関節を縦に動かしてるわけです。でこれを下に下ろすのが股関節の伸展の筋肉、まあハムストリングスとか大殿筋とかいう筋肉が非常にその中でも大きい筋肉なんでフォーカスされますが、地面についた時っていうのね、もちろん側部がつくんでその時にふくらはぎの筋肉たちが弱かったら負けちゃうんですよ。弱って動きが負けちゃうと足首がぐねって
なってアキレス腱が働かないんです。でもちろんそこは強い力で捉えられるってことは膝周りの細かい筋肉とかが安定してないと膝の関節が壊れちゃうんですよ。なのでどこの筋肉っていうよりもその動きに伴う筋群たちが全部大事になってくるんです。どれだけ股関節の伸展の力が強かったとしても足首周りの力、もっと言うと細かいこの側部のアーチを保つ筋肉が弱かったら地面から力が跳ね返ってこないんです。なので股関節伸展にもそれらの力がすごい重要です。で次屈曲、腸腰筋という筋肉が非常に大事ですよってことはねもう何回もお伝えさせていただいてます。でこれはもう間違いなく大事です。なんで腸腰筋が大事かっていうと最も差が出る筋肉だと僕は思ってるからなんです。早い人と遅いですね。そう、はい、人間ってさ生活してて、まあ、走ったり歩いたり座ったり立ち上がったりなんで動作って類似してるんです。でも走る時にスプリントテクニックってランニングテクニックではですねそこまで足で高く引き上がらない。でもスプリントって足がすごい高くすごい速く引き上がるんですね。なので全身大事なんですけどその中でも一番差が出る筋肉の一つがこの腸腰筋なんです。という意味で大事ですってことをお伝えしてる。でこの腸腰筋に関してはある程度のレベル男子でいうと10秒台ぐらいっていうのは筋肉が太ければ太いほど速いと言っても過言ではありません。これは女性ももちろんそうです。そして走りの中でその腸腰筋が使えていると自然と太くなってくるんですね。ただその腸腰筋を使うためには地面に弾めないといけないんですよ。なので腸腰筋で筋肉はすごい大事なんですが他の部分も非常に大事です。3つ目です。ここが非常に見落とされがちなんですけど姿勢を維持することって非常に難しいんです。なんでかっていうとね例えばさ体幹トレーニングとかでさ手とか動かしたり足を動かしたりするじゃん。その時にさめちゃくちゃブレるよね。つまりこれだけ安定した状態で足を動かそうとするだけで体幹ってブレるんですよ。ブレるっていうことは力が伝わらないってことなんです。これ全然違うんです。もうイメージしていただければ分かると思うんですけどこれ鉄の棒だとしましょう。この鉄の棒をこの方向にポーンってここから勢いつけて弾ませたらすごい勢いで遠くに飛んできますよね、はい、でもこれがすごい柔らかいこういう葉っぱの部分だとしたらくしゃって曲がっちゃいますよね。こういう状態になってるんです。なのでこの安定感っていうのはすごい大事なんですが走ってる時ってこの手足をねもうフルで思いっきり動かすんですよ。その負荷に対してこの体幹部が耐えるっていうのは波の体幹の安定感じゃないです。背骨が安定するから背骨からついてる筋肉が働きやすくなる。それが働きやすくなるからさらに足が引き上がりやすくなる。なんで全部がつながってるんです。そういう意味ではやっぱり全身が大事なんです。ただ足が速くなるために一番盲点なんじゃないかと和田圭司が思っている筋肉を今日は最後鍛えていく種目をお伝えさせていただきたいと思います。何から始めるのっていう話なんですよ。それでいうと僕たちって一番最初ってこのベースポジションが大事ですってことを言ってるんですね。なんでかっていうと走りって地面に足がついている間しか基本的に推進力っていうのはないんです。あと他空中にいるんで、まあ、空中にいて足をスイングする力とかありますよ。でもそれはもうビビたるものでもないんですけどメインっていうのはとにかく足をついた瞬間に生まれるエネルギーそしてその反力それをどれだけ受け止められるかっていうのが速く走るために一番重要なんですよ。じゃあ着いた瞬間どんな姿勢してんのっていうところで僕たちはその姿勢をベースポジションと名付けてそれを徹底的に訓練していただいてる。でこれに関して言うと引き上げる側の筋力ももちろん大事です。ただまず安定して固定できる場所があるから強くスイングできる場所があるんです。この可動と安定というのは常に対になって体を動かしてるんです。でそれで言うとベースポジションで安定してる部分っていうのはこの一本足で立つっていう姿勢なんです。よく陸上選手が軸って言いますよね。この軸っていうものがやっぱり大事なんです。じゃあこの軸を作るために一番最難関の部分っていうのがこの足を高く上げた状態で骨盤周りを安定させるための筋肉が動いているかどうかなんです。でこれが全然動いてないんです。そこが安定すればその他の筋肉が連動して良くなっていく。その通りです。素晴らしい安田さん。なのでこの時にねこういうベースポジションで上がってるんだけどほんと速い人ってこうなる。ここがもう一個グッて締まる。ちょっとあとここ触ってみて。普通の人のベースポジションはこうです。でも速い人のベースポジションはここがもっと固定されます。わかる？固定されます固定されて高い。
モバイルバッテリーぐらいがグーッと思いっきり固定した時に、この中臀筋という部分がギュッて収縮するんですよ。骨盤が上がる。ですごい細かいことを言うと、ボルドさんとかの骨盤ってどうなってるか、ボルドさんとかってついた時にこっちの骨盤が上がるんです。ボルドさんの膝が内側入ってるって思う人いませんか？入ってる。これ膝が内側入ってるんじゃないんです。骨盤が引き上がってる。こっちの骨盤が、こっちの骨盤が膝が動いて入ってるんじゃなくて、骨盤が上がってるからそこについてる足が中に入るんです。これが実はすごい大事なの。ヒップロックっていう技術なんですけど、このヒップロックっていう骨盤が上がる運動が特に上級者の人はめちゃくちゃ重要なんです。ただそこまで考えなくていい。そこまで考えるともうわけわかんない。それか、それ9秒台狙う人の、そうですそうです、考え方。あ、でも10秒ぐらいからそれはねやらないといけないです。こっちを上げることじゃなくて、こっちをしっかりとグッと締めることが大事なんです。締めると上がってくるってこと？上がってくる、でこっちがほとんど締まってない、だから低いので、それをやるのはやっぱなかなか難しい。だからそれをやる必要ないんですよ。やる必要ないんですけど、ちょっとでも速くなるためにこっちの筋肉がしっかりと収縮するっていうのはめちゃくちゃ重要なんで、それを今日はですね、動いてるかどうかのチェックやっていきたいと思います。まず第一段階はここから真横になってもらって、1、2で、この時にこの脇腹が縮まっちゃダメです。この脇腹は縮まらない。この骨盤動かないで、ここのまま収縮で前に行ったりしない。これもよく言います。しっかりと真横からちょっと後ろぐらい。これまずアート君やってみましょう。まずやってみようか。まずこれアート君ちょっと前すぎます。そう、もっと骨盤がこっち、そう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 。でダメなら、ね、ここは縮めてみて、そうそう、で上げてみて。これダメです。ここの幅は変えないで前、このまま、そう、1、2、あ、そういうこと、そういうこと、視点が違うんだ。3、視点がここなんですね。ここじゃなくて、そうですそうです、こっち動いちゃダメです。4、あ、思ったよりきつい、きついのよこれ。5、はい、アウト君、はい、今左足中臀筋刺激入れてくれてるんで、これアクティベートといってですね、はい、この筋肉が動きやすくなってます。でこの状態でね、この軸にしてベースポジション、そしてあとはこれ、あとは足を回して、あ、苦手なやつ、これやりやすくなります。あ、でも左足かな、あれ、やった方を上げる、やった方を軸、軸、じゃあまずベースポジションにしようか。ちょっとこれで、そう、しっかり高く、そう、ここがクッと力が抜けちゃう人っていうのがすごい多いんですね。そう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 。で今度後ろから大きく回してみてください。軸を安定させたまま、一回落ちたね、一回落ちた、そう、もう一回いきましょう。右側のお尻もね、高く、そう、そう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 、そう、高く、そう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 、もっと高く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 、うん、そう、OK。これができるかが非常に大事です。ぜひ皆さんやってみてください。今度じゃあ中臀筋をめちゃくちゃトレーニングする動画もちょっと出させていただきます。あ、いいっす。この中臀筋の単体で来てるエクササイズ、そして走りにつなげていくエクササイズを知りたいよと、興味があるよと思ってくださる方はグッドボタン押していただいて、そのグッドボタンがどれぐらいを超えると動画としてお伝えさせていただくべきものなのか、そう、指標になるわけっていうと、どれぐらいなんですかね。やっぱ4は超えたいね。いや、5でしょ。ひよってんね。ひよりましたね。500ってすごい数字だよね。でも前の時もスタートダッシュとかの時も500だったから、あったか。確かにそれが少なかったらそんなに知りたくないっていうことなんですよ。そう、やらない方がいい。そうよ、知りたくないことよりも知りたいことやりたいんで、はい、やっぱそういった意味でも500いくかいかないかっていうのは僕たちも学ばせていただける部分ですと、はい、いうことなので、これ500グッドボタン超えたら、この中臀筋に対してさらに詳しいエクササイズと走りにつなげるための種目をお伝えさせていただきたいと思います。ただこれはめちゃくちゃ重要だと僕は思ってます。これが Q&A。 ありがとうございます。
絶対に入れてほしいアップ、股関節の動きが速くなれば足は速くなるの動画ですね。スキップ、遠くに行くスキップ、はい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 、高く飛ぶスキップ、ここでやったやつ、そうです、速くやるスキップ、せいじ君が言ってくれた、うんうん、はい、こちらに届きました、あさんからのコメントです。いつも走っていると太ももが疲れます、これはうまく走れていない証拠だと思うのですが、どうしたら正しく走れますかというご質問です。なるほど、はい、どうしたら正しく走れるか、あ、皆さんにも考えていただきたい、なぜ太もも周りに負担が来てしまうでしょう、第1問目、2問目、はい、それをどうすれば改善できるでしょうか、このなぜ太もも周りに来てしまうか、それどうすれば改善できるか、難しかったら1つでもいいです。なのでこれについて皆さんの考えをまずお聞かせください。なるほど、それを理解した上で皆さんのご要望にフィットした回答の動画を作れると思います。なるほど、皆さんがまだ知れてない部分をそこを補足できる、うん、そう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 、みんな結構知ってるから、じゃあこういうことやろう、そうです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 、それがねやっぱね若干分からない部分がある、うんうん、それが皆さんからしたらあそんなの分かってるよってなるかもしれないし、いやちょっと難しすぎるよってなるかもしれないんで、そこのバランス、はい、ここです。なので皆さんからのご意見を一回知りたい、なぜ太ももに負担が来てしまうのか、その原因と、原因と対策、対策、これをぜひお気軽にコメントいただきたい。知りたいだけでも大丈夫、あ、そうか、あ、それですね、知りたいだけでも、知りたいだけでもいいんで、じゃあ村上選手の今のホームラン数と一緒に53件ぜひお待ちしております、はい、お待ちしてます、53件超えたら改善させていただきます、すぐ取ります。皆さんのコメント高評価お待ちしておりますので、お待ちしております、よろしくお願いします、お願いします。あーさんコメントありがとうございました、ありがとうございました。それでは次の動画でも楽しく走りを学んでいきましょう、バモス。